京都市交通局重軽電車は、京都市交通局が、同局カラスマ線向けに導入した、通勤系電車である。本校では解説の便宜上、カラスマ線開業時に導入された4両編成9本を1.2次車、4両編成を6両、編成化する際に製造された車両を、増結付随車、それ以外の車両を3次車以降、 カラスマ線京都駅で北側を北寄り逆側を南寄りと表現する。1981年5月のカラスマ線開業時に4両編成9本が導入された後、延伸や近鉄京都線への乗り入れ開始などに対応して増備され、1988年6月のた田延伸開業時に中間車2両を追加して、 全編成が6両編成化されるとともに6両編成5本が増備された。その後も増備が続けられ、1997年6月の国際会館駅延伸時までに6両編成20本の陣用となった。以下は、突起がない場合初期者について述べ、増備者に関しては別途記述する。スマにはお損防止のためステンレス板が貼られている。 アルミニウム製20メートル級の車体2300ミ、mm、リメートル幅の片側4カ所の両開き扉を備える。前面は傾斜した形状が採用され、正面向かって左側に上下に分かれて開く構造の非常脱出用貫通扉が設けられた。正面中央上部に行き先表示装置、その両側に全照灯が、正面窓の下部に標識灯と尾灯が設けられた。 車体外観はアルミヘアライン仕上げに化粧被膜がかけられ、京都らしい色として、京都市営バスと同じ緑色の帯が正面貫通扉部と側面膜板部に入れられた。連結物画面にはお損防止のため、ステンレスの板が貼られた。車内車椅子スペース車内はすべてロングシートであり、シートの表布は緑色、壁は花柄のベージュ、天井は白とされた。 釣り革は三角形のものが採用されている。側窓は、騒音低減と保守の容易化のため固定窓とされ、非常時の換気用として妻窓の上半分が下側に開く構造となった。各車両に換気扇3台を設け、車内灯取付部の隙間などから、車内の空気を吸い出す構造を採用した。乗客に、ドア開閉を予告するブザーが各扉に設けられている。 南から2両目に当たる1200系の北寄りには車椅子スペースが設けられた。車内灯は40ワットの蛍光灯が先頭車20台、中間車22台設置され、予備灯として20ワットの蛍光灯が各社に4台設置された。乗務員室運転台運転室は全室式とされ、大きな正面ガラスを採用して視界の拡大が図られた。デスクタイプ 立行、制度を別ハンドルで前後に操作する2ハンドル型の運転装置が採用された。乗務員室等として20ワットの蛍光灯が2台設置された。電源、制御機器、主制御機は三菱電機製、1台でに両分8個の主電動機を制御するフロン沸騰冷却式の回生ブレーキ付けサイリスタチオッパ制御装置が、補助電源装置は両線当車に、 東洋電気製造製 TDK3313A が搭載された。主電動機主電動機は、東芝製直流直巻式 SE-632 が採用された。駆動装置は、住友金属製 WN 平行カルダンを採用し、歯車比は99,16である。空気供給装置電動空気圧縮機は、 両先頭車に2段圧縮式の C-2000M 型が搭載された。終電装置パンタグラフは、東洋電気製造製下枠交差系 PT4813AM が、中間電動車に2機ずつ搭載された。台車台車は、住友金属工業製 S 型民電式 FS505K が電動車に、FS005 が、付随車に使用されている。 電動車の台車は、先頭台車とそれ以外で、形式末尾のサフィクスが異なっている。ブレーキ制動装置は三菱電機製の電気指令式ブレーキが採用された。ブレーキは、常用、非常、予備の3系統を備え、ATC ブレーキが運転手の手動操作に優先するようになっている。常用ブレーキは7段階あり。 乗車250%まで電空併用により、一定の減速度が得られる。冷房装置全車両の屋上に4機冷房能力1 2 2ットの三菱電気製 CU194 集約分散式冷房装置が搭載された。車両中央の2機は一体に見えるカバーに収められた。各車に3台換気装置が設けられた。換気装置には、 強制的に3台を運転するモードと、乗車率150%未満の時は1台、それ以上の時は3台を運転するモードがある。その他装備戦闘部の連結機は、住友金属製 CSD-90 密着連結機が、編成中間部の連結機は同じく、住友金属製の J-80 半永久連結機が採用された。保安装置は、 カラスマ線内容として、高周波連続誘導、車内信号式の日立製作所製 ATC が、近鉄線内容として三菱電機製編集式、デジタル型 ATS が搭載された。ATC には75.60、45.25、15.0102の7段階の速度信号があり、信号系は、見え、電源系は二重になっている。 車載された各機器の状態を監視し、非常時の対応指示を運転台背後のディスプレイに示すモニタ装置が設置されている。軽敵は主に地下鉄線内で用いる電子笛と主に近鉄線内で用いる空気笛を装備する。重軽は下機の6形式で構成され、各形式に重量が製造された。付随車 1300K。 1600型を除き、下2桁01から09が1.2次車に、10から20が3次車6次車に属する。1300系、1600型は、末尾01から09が、増欠付随車、10から20が3次車6次車である。1400系、1500型は8両編成化を想定した結番となっている。車両番号の上2桁が、形式番号。 下二桁が編成番号で、例えば第16編成の1200型は1216となる。1 1 0 0系1 1 0 9西側1 1 0 0系の西側面と1 8 0 0系の東側面に京都産大 FC の応援ステッカーが貼られている南寄り銭湯に連結される制御電動車である。全車に電動空気圧縮機が1.2次車給料には、 BLMG が搭載されている。1.2次車と3次車以降では、全面形状、側窓構造、形状、車内天井レイアウトなどが異なる。1 2 0 0系1 2 0 9西側南寄りから2両目に連結される電動車である。主制御機とパンタグラフ2機を持つ。北寄りに車椅子スペースを備える。1.2次車と3次車以降では、 側窓構造、形状、車内天井レイアウトなどが異なる。1300系1319西側南寄りから3両目に連結される付随車である。1.2次車に組み込まれる1301から1309は3次車に相当するが外観は1から2次車と同一仕様である。 三次車以降に組み込まれた1310から1320は BLMG を搭載している。南寄りから4両目に連結される付随車である。1.2次車に組み込まれる1601から1609は 1300K、1301から1309と同じく1から2次車仕様の外観で新造された。また前車に BLMG が搭載されている点が1300。 型と異なる。南寄りから5両目に連結される連動車である。装備1.2次車と3次車以降の差は1200型と同様であるが、6次車以外は車椅子スペースがない。北寄り1 0に連結される制御電動車である。装備1.2次車と3次車以降の差は1100型と同様である。1981年5月29日の カラスマ線北大路京都間 6.9km の開業に備えて1.2次車として4両編成9本36両が近畿車両で製造された。全車1980年に製造されたが、竣工は1981年4月となっている。全面各部に縁取りがあり、騒音防止とメンテナンスの容易化のために、側窓が、 固定窓とされている点がその後の車両との主な相違点である。三次車三次車以降の電動発電機1988年6月11日に京都武田間 3.4km が開業し、8月28日からは近鉄京都線日田編までの乗り入れを開始した。武田開業に備えて三次車として6両編成5本が、 増備されるとともに、1.2次車全編成の中間に、付随車2両を組み込んで6両編成化された。6両編成化は1988年5月から8月にかけて行われ、4両編成で京都武田間を営業運転する姿も見られた。3次車では、車体がアルミオ型押し出し型材を使用した工法で製造されるよう変更され、 車体と一緒に成形された釣り具に床下機器が取り付けられた。視界改善のため、前面の傾斜角が変更されるとともに、前面角部の縁取りが廃止され、前面貫通扉に窓が設けられるなど、外観にも変化がある。側窓は開閉構造に変更され、窓隅に丸みが付けられた。冷房効果を高めるため客室にラインフローファンが追加されるとともに、 冷房装置が消費電力低減のためロータリー式に変更された。座席化搭載の暖房装置も1.2次車で採用された反射式からシーズ船式に変更された。増結付随車の外観は従来車に合わせたものとされたが窓は開閉式である。先頭車の ATC 装置は床下に移設された。 編成単位で製造された車両の車体は、非達製、増結付随車の車体製造車は、編成他車と同じ金車である。1.2次車では両先頭車に出力75区場の BLMG が搭載されていたが、3次車では付随車2両に出力150区場の BLMG が搭載された。増結付随車では、北寄りの車両にのみ、 BLMG が搭載されている。電動空気圧縮機は1.2自社と異なり、交流電動機駆動となっている。編成単位で製造された車両の側面には、行き先表示装置が新設された。乗り入り先の近畿日本鉄道ではカラスマ、線上入用として 3200K6 両編成7本が準備された。1990年10月24日の、 北大路北山下に 1.1km の開業に備えて四次車一編成が製造された。カラスマ線は当初の計画区間が全通した。主制御器の脱フロン化、車両全体のノンアスベスト化が行われている。五次車として二編成が1993年8月に製造された。四次車と仕様の変更点はない。 車内案内表示機1997年6月3日に北山国際会館館 2.6km が開業するのに備え3編成が6次車として製造された5次車に対して車内案内表示機が1両に4カ所設置され車椅子スペースが全車両に設置されるなどの変更点がある6次車は東京都交通局10-000系 電車80車とともに日本国内向け車両として電気子直波制御装置を装備した最後の事例である。車両間転落防止装置2000年から2005年にかけて全編成に車両間転落防止装置が順次設置されている。SVH150-4064 衛星主権インバータ2012年から1.2次車の 先頭車に搭載されていた BLMG を撤去し、南寄りの付随車に、東洋製 SVH150-4064 衛星試験インバータを搭載する工事が順次行われている。制御装置更新後の試運転中の第11編成従来使用していた主制御機の主要部品が製造中止となったため、2014年度から制御装置を VVVF インバータ制御に交換する工事が行われている。主制御機は純粋を冷媒とし、主回路にシックダイオードとイグブトによるハイブリッドシックを採用した三菱電機製の VVVF 制御装置が採用された。上調性向上のため従来の一つの主制御機で8個の主電動機を制御する方式から一つの主制御装置で4つの主電動機を制御する方式に、 変更され、二つの主制御機が一つの箱に収められている。将来の自動運転、純電気ブレーキの採用にも対応したものとなっている。主電動機は、密閉型の三菱電気製メガバイト -5156A、カゴ形三小誘導電動機が採用され、 高速時の改正性能向上のため出力が1 3 0ットから1 4 0ットに変更されている。制動方式も変更され、付随者の制動力を電動車の改正ブレーキで優先して負担する遅れ、米制御が採用された。補助電源装置は、 ブラシレス電動発電機の生産中止に伴い、1.2次社の機器更新で採用されたものと同じ東洋製、SVH150-4064、衛星主権インバータに交換された。空気圧縮機は、レシプロ式のままだが、C-2000LA に交換された。RS485 で主要機器が接続される。 制御伝送の採用とともに GPS が搭載され時刻補正や地上走行機路の測定に使用される ATC 装置は小型化と信頼性向上を図ったものに交換された改造車は車両番号はそのままに各形式の末尾に A が追加された2014年度には第11編成が2014年7月下旬から約 4ヶ月をかけて近畿車両で改造され、2014年11月下旬に、武田車庫に戻った後、全般重要部検査、誘導障害試験、乗務員訓練などを経て2015年5月から営業運転に復帰している。2015年度には、第13編成、第15編成が同様に改造されており、その後も順次、改造が進んでいる。2020年度に、 第20編成の試行をもって、対象編成の更新が完了した。2017年度から2020年度にかけて、聴覚に、障害のある乗客や、外国人乗客への利便性向上を目的として、全20編成のうち、更新時期が近い9編成を除く11編成を、対象に、生息面の車外行き先表示器を、カラー LED 化、一両につき4箇所の客用、 扉上にカラー液晶式車内案内表示器を設置する工事が施行されている。側面の行き先表示器と車内案内表示器は日本語、英語、中国語、韓国語の4カ国語表示に対応している。2017年10月から2018年3月にかけて全編成の優先座席エリアがリニューアルされ、床面へのオレンジ色のシートの調布。 釣り川の交換などが行われた。この工事に合わせて、旅客用ドアに、黄色の注意ラベルが追加されている。奈良行急行として、近鉄線内を走行する重軽電車に行った富野荘を走る、第06編成カラスマ線開業時に用意された4両、編成9本は、当時本格的な車両基地がなかったため、北尾寺駅西側に設けられた、検車設備を用いて、 メンテナンス作業が行われた。急編成すべてを地下に下ろすと、車両の入れ替えができなくなることから、一編成は、北大路駅の車両を搬入口から地上に搬出して、保管されていた。1981年のカラスマ線北大路、京都間の開業と同時に運用を開始し、1988年8月の、京都武田間の延伸開業並びに、 近鉄京都線との相互直通運転開始以降は、各駅停車として、近鉄京都線の新田辺まで運用されるようになった。竹田開業前後に4両編成で製造された。編成も6両編成化されている。また、近鉄側ではカラスマ線乗り入れ用に3200系6両、編成7本を準備している。2000年3月のダイヤ改正より、 国際会館近鉄奈良間の休行が設定された。近鉄では、この改正に伴うカラスマ線上入り運用の増加に伴い、3220計6両編成3本を新造している。カラスマ線内の最高速度は時速 75km。近鉄線内での最高速度は時速 105km である。2001年のカラスマ線開業20周年。 記念ラッピング列車以降、平常計1000と1300年記念、交通安全計も、京都国際漫画ミュージアムなどとの共同企画で、車内外にラッピングを施行した列車が、期間限定で運転されている。また、2007年4月以降、先頭車の片側側面窓上に京都産が FC の応援ステッカーが貼られている。また2013年から、京都国際漫画、 アニメフェアのラッピング、K、マフ号を毎年運行している。1981年に導入された旧編成は2021年度より、20K による置き換えが予定されており、2021年7月をもって、第06編成が廃車となった。ありがとうございます。